はい、今回の動画はですね、改造プラレール大阪市、失礼いたしました、大阪メトロ千日前線25系を紹介したいと思います。他車はですね、御堂筋線の21系です。まあ単純にね、まあ塗装を塗り替えただけっていう感じの改造なんですけどね。それではですね、野田阪神寄りの先頭4号車から順に見ていきたいと思います。前面の方向幕の行き先は、この電車は野田阪神行きですとなっております。車両番号は25915となっております。で、千日前線はですね、まあ、ATO ワンマンを実施してるんでですね、ワンマンという表示がされてますね。で、ちなみにですね、ATO は何かっていうとですね、まあ、簡単に言ってしまえばですね、まあ、自動列車運転装置のことですね。まあ、千日前線はですね、まあ、一応自動運転をしてる路線でございます。なんですけど、運転手はね、乗務してますね。まあ、車掌が乗務してないって感じですね。で、千日前線の他にですね、まあ、大阪の地下鉄ではですね、長堀鶴見緑地線がですね、千日前線と同じようにですね、まあ、ATO ワンマン運転を実施しております。で、まあ、余談なんですけどね、今里筋線はですね、まあ、ワンマン運転は実施してるもののですね、ATO はついてないですね。まあ、今里筋線は手動運転のワンマン運転っていう感じですね。まあ、ちょっとね、関係ない話長くなっちゃいましたけどね。はい。で、あとね、まあ、前照灯がつく仕様となっております。屋根上のスイッチをオンにすると、こんな感じでね、まあ、前照灯が点灯します。続いて左側面です。左側面はですね、こんな感じとなっております。はい。まあ、大阪メトロのね、まあ、特徴であるね、まあ、この派手な号車番号ですね。まあ、野田阪神寄りの先頭はね、まあ、4号車なんで4っていう数字が書いてありますね。はい。で、反対側面はこんな感じで。屋根はね、こんな感じですね。まあ、第三機場地下鉄なんで、まあ、もちろんね、パンタグラフは屋根にありません。続いて、中間3号車でございます。で、中間3号車はですね、こんな感じとなっております。まあ、単純にね、まあ、御堂筋線の帯をね、まあ、塗り替えただけっていう感じですね。まあ、塗り替えたというか、貼り替えただけですね。続いて、中間2号車でございます。まあ、今回はですね、珍しくね、フル編成の改造プラレールとなってるんで、まあ、中間車がね、まあ、2両ありますね。まあ、本物のね、まあ、千日前線はですね、まあ、4両編成なんで、本物と同じね、まあ、4両ね、今回改造プラレールを作りました。で、2号車はね、こんな感じとなっております。続いて、南辰巳寄りの先頭、1号車でございます。後尾車はですね、こんな感じとなっております。車両番号は25615番となっております。はい、こんな感じですね。で、側面はこんな感じで、屋根はこんな感じですね。もちろんパンタグラフはありません。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。本日も大阪メトロをご利用いただきまして、ありがとうございます。次は北辰巳です。お客様にお願いします。車内や駅構内で迷惑行為を受けられたり、見かけられた方は、乗務員または駅係員までお知らせください。駆け込み乗車や発車間際の車両乗り移りは、お客様同士の衝突など大変危険です。また、列車の遅れの原因ともなり、他のお客様のご迷惑となりますので、おやめください。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録をすると便利です。